ミナルディ M188 は、ジャコモ・カリーリとアルド・コスタが設計したフォーミュラワンカーで、1988年から1989年にかけて、ミナルディチームによって使用された。ターボ禁止を1年後に控えた1988年に、ミナルディはこれまで搭載していた、元売りモデル2世、V6 ターボから、な、エンジンのコスワース DFZ に変更した。タイヤは、 グッドイヤーを装着。ドライバーは昨年に引き続きエイドリアン・カンポスと国際 F3000 に参戦していたルイス・ペレス・サラというスペイン人コンビがドライブするがカンポスが成績不振により第5戦で解雇されると代わりに1985年に在籍していたピエル・ルイジ・マルティニが呼び戻された。そのマルティニが復帰戦となった第6戦でチーム初となる6位入賞し コンストラクターズ10位を記録した。1989年シーズン前には、スバルが元折モデルにと手を組んで開発した水平対抗12気筒エンジンを搭載し、マルティニがシェイクダウンテストを行ったが、V 型エンジンと比べると明らかに重量型でトラブル多発し、結局ミナルディはスバルから手を引いた。その1年後の1990年に、 コローニが搭載したが、前述と同じトラブルに見舞われ、第8戦で撤退し、キャスピタが搭載する予定だったエンジンも中止せざるを得なくなってしまった。1989年シーズンの開幕戦から第3戦、モナコ GP までは、前年の改良型である M188 バイトを使用した。エンジンは、コスワース DFR を搭載。 タイヤはこの年からサプライヤーとして参入したピレリに変更した。ドライバーはサラとマルティニのコンビを継続。第4戦以降は新型の M189 へ交代した。ありがとうございます。